いつもありがとうございます。オスボンバー徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、今回の動画ですね、ドッカンバトル公式ツイッターさんの方ですね、次回の伝説降臨の目玉キャラクターの先行公開が、飛び交ってまいりましたんで、皆さんと一緒に見ていこうかなと思いますんで、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい。で、ツイッターしてる方はね、もう見られたかと思うんですけども、この動画は、ツイッターしてない方用の、動画と、なっておりますんでね、そちらの方を、ご理解いただいて、ご視聴の方よろしくお願いいたしますということで、早速見ていくんですけども、なんかね、予想してた感はすごい。孫悟空&ピッコロですね。で、スラッシュピッコロということで、ラディッツ戦の時の極コロということで、予想はしてたんじゃなかろうかと思ってます。地味に僕ね、ターレス、かっこ強化みたいな、別名のターレスがね、伝説降臨で来るかと思ったんですけども、浅はかだったなということで、見ていきましょうか。とりあえず、イラストとしては、有名らしいんですよね。はいはいはい。で、サイヤ人編、または頭脳戦の 150% リーダーとなってます。で、パッシブが、自身のアタックとディフェンス 100% アップで、HP 50% 以上でさらにディフェンス 200%。で、登場から5ターンの間、自身の気力プラス5、さらにアタック 90% で全ての攻撃をガードということで。カチカチやな。で、1番目に攻撃すると、受けるとか、1番目に攻撃受けると、その単純必ず必殺技が追加発動。で、超必殺技発動時、さらにアタック 30% でアクティブスキル発動時、または気力メーター24の時、さらにアタック 70% ということで、1枠目において気力24にしたら、莫大な、火力出しますし、防御もしてくれるということで、強いな。やっぱり強いな。極コロが来たんで、ちょっとスルーしようかなと思ったんですけど、ちょっとパッシブ読む限り、ちょっと狙ってもいいかなとか思ってる。はい。で、アクティブスキル。発動条件が、バトル中自身が7回以上攻撃受けると発動可能ですね。で、またはバトル開始から4ターン目以降 HP 50% 以下の時発動可能1回のみで、一時的アタック大幅上昇の相手に究極ダメージを与える。で、敵の攻撃をそのターンのみ1回無効化。で、ピッコロと交代いたします。はい。おっと、龍虎旋風乱舞でいいのかな。龍虎疾風乱、漢字が読めねえな。なんて読むんだろう。ぜひコメント欄で教えてちょうだいということで。はい。アタック無限上昇ですね。で、一旦ディフェンス大幅上昇の相手に、超極大ダメージを与える。これが超必殺技か。はいはいはい。ということで。はい。で、アタック大幅上昇。あ、これはちゃうな。これピッコロの方やな。はいはい。OK です。で、ピッコロの方に、変わりますよと。で、パッシブが、ターン開始 HP10% 回復ですね。で、自身の気力プラス3、アタックとディフェンス 100% アップで、取得気玉3個以上で、さらに気力プラス3、ディフェンス 100% で、超必殺技発動時、さらにアタック 100% アップで、超必殺技発動時、HP 50% 以上の場合、さらにアタック 50%。で、気力メーター24の時、攻撃した敵の行動をそのターンのみ1回無効化ということで、気力24して、気玉を3個以上取ったら、莫大な火力が、出ると。で、ディフェンスも上げてくれるということですね。で、敵の行動を、無効化するということで。チートやん。チートキャラやん。で、ピッコロはディフェンス無限上昇ですね。で、超必殺が一旦アタック、超幅上昇の相手に超極大ダメージを与えると。なので、長期戦ではピッコロさん、超必殺よりも、序盤は、普通の必殺を打ってディフェンス高めていったら最終戦でカチカチに、なるピッコロということで、はいはい、楽しみですね。でも龍石が200個ぐらいなんで、私今とりあえず課金するほどでもないって言いつつ課金するんだろうな私。楽しみということで、で、必殺技演出ちょっと見ていきましょうか。
うん、アニメやなアニメや、やべえなおい、なんつ今とにかくね、まああの、おそらく今日が先行公開来たってことは、明日ダウンロード入って、明後日、伝説降臨が開始されるっていうと思うんで、皆さんね、惹かれる方、私心底から皆さんの神引き、願っておりますというところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。